なあ、あれ。同僚が指を指している方向に顔を向けると、なんと男の子が倒れている。100億という商談を取り付けたことを評価され、社長の誕生日会に呼ばれた俺は、唯一の同期であり、友人の純平と共に会場に向かっていた。だが道中、倒れた子供を助けたことで、俺は誕生日会に遅れてしまった。君は社長である私のことよりも子供を優先させたんだ。どういうことかわかっているのか？それは、俺の話に耳を傾けようともせず、一方的に責め立てる社長。その結果、俺は左遷されることとなった。だが社長はこの時まだ知らない。その判断が自分の身と会社を滅ぼすことになるなんて。俺の名前は相田亮。共働きの両親と弟の4人家族で育ってきた俺は、これといった苦労もなく高校大学へと進学し、それなりの青春を謳歌してきた。決して楽勝とは言えない就活をくぐり抜け、大手と呼ばれるリーバ株式会社に就職した俺は、現在営業部の一員として日々仕事に追われる毎日を送っている。リーバは比較的名の知れた会社ということもあり、一流大学出身の社員が多い。いわゆるエリートと呼ばれる人たちと肩を並べて仕事をするのは結構なプレッシャーで、会話の節々でもその違いをまざまざと見せつけられるようで、時々自分が情けなく感じる。そんな中でも同じ部署で働く浜口純平は唯一気を許せる数少ない同期であり友人だ。おはよう、りょうちん。恥ずかしいあだ名で呼ばれ、思わず飲んでいたコーヒーを拭きそうになった。その呼び方はやめろって。照れ隠しのあまり顔を歪ませて抗議する俺が面白いのか、純平はニヤニヤしている。まあいいじゃん。それよりもさ、今日の昼何食べる？駅前にさ、新しいラーメン屋ができててさ。スラッとした長身の体型にちょっと長めの茶髪、一見してチャラく見えるが、これでも一流大学出身のエリートだ。この何気ない時間が俺をほっとさせてくれる貴重なひとときなのだ。とにかく、りょうちんも家系ラーメンの素晴らしさをね。っていうか、俺の話聞いてる？聞いてるって、お前、ほんと好きだよな、その家系ラーメン。まあ、そういう楽しみがあるから、仕事頑張れてるっていうのが大きいからね。あのさ、なんかわからないけど、ありがとな。え？炭酸飲料を一気飲みした純平が、ポカンとした顔をしている。いや、他の人たちはさ、俺に対して割り切ったような態度をしてくるんだけど、純平はいつも気さくに声をかけてくれるから。別にそんな大層なことをしているつもりはないけど。そう言って、ふーっと深く息を吐いた。りょうちんはさ、優しいじゃん。え？仕事していてもさ、男女関係なく手を差し伸べる優しさを持っているっていうか、困っている人がいるとさりげなく助けてくれるんだよな。俺は自分を優しいと思ったことがなかった。のほほんとした外見によらず、意外と深い部分を見ているのだと感心してしまった。俺もそうなんだけどさ、エリートって呼ばれる人って、その感覚が当たり前に思っちゃうんだよね。だからそれを他人にも求めちゃって、ついつい人を見下してしまうわけ。そう言って、二本目のペットボトルを開け、ごくごくと音を立てて飲んだ。その一方で、りょうちんはそれがないわけよ。俺にはそれがとっても羨ましい。そうなのか。名前を聞けば、誰もが羨むような大学を卒業している純平は、
仕事でも案外その頭脳明晰ぶりを発揮し続け、先輩からも一目置かれている。その彼がここまで褒めてくれることが、俺にとっては救いになった。それからしばらくの間、俺は多忙を極め、順平もそれなりに忙しいらしく、会話を交わす機会がないまま数ヶ月が経った。そんな中、俺は仕事で大きなチャンスを得ることとなった。かねてから、うちと取引があるスカイ商社から100億という規模の大きい商談を持ちかけられたのだ。スカイ商社は、うちと引けを取らないほどの大手企業であり、大口取引先である。今回の取引の担当者である辻飛鳥とは、以前別の仕事で一緒になった際、なぜだか意気投合し、それから訪問した折などは、軽く雑談を交わすようになった。そうして今回、この商談の窓口に、なんと俺を指名してきた。俺よりも、少し年上で、俺とは比べ物にならないほどの才女で、しかも美人。しかも、その若さでありながら、これまでに、いくつもの商談を取りまとめ、凄腕ウーマンと称されている人だ。なぜ、こんな何の取り柄もない、一階の営業マンの俺を、ご指名してくれたのかはわからないが、いつも笑顔で気さくに接してくれる彼女からの申し出に、断る理由はなかった。早速、アスカにアポを取り、スカイ商社を訪れた。この度は、何というか、100億というあまりの大きすぎる取引におじけづいている俺に対し。いえいえ、こちらこそ、お忙しいのに、こちらからお呼び立てしてしまってごめんなさいね。余裕ある大人の笑みを振りまいているアスカは、変わらない優しさで迎えてくれた。早速仕事の話に入り、打ち合わせが終わった頃には退社時間が迫っていた。細かいところは少しずつ詰めていくことで合意し、休憩を取ることになった。入れてもらったお茶をいただきながら、俺は疑問をぶつけてみる。何かしら？こんなとてつもない額の商談の担当に、なぜ俺を？不思議だった。馬が合うとはいえ、まだ経験も浅い上に、エリートとは程遠い立ち位置にいる。するとアスカは、サラサラの髪をかき上げながら、にこやかに微笑んだ。あなたなら、誠意を持って、一生懸命勤めてくれると思ったからです。でも、俺にはとてもじゃないですが、荷が重すぎます。それに、アスカさんみたいにすごい人じゃないですし。そんなの、自分を卑下しすぎよ。そう言って、アスカはカラカラと笑った。実はね、私の父は、スカイ商社の役員をしているの。つまりは、コネ入社。何の戸惑いもなく言ってのけるアスカに、俺は思わず、口をあんぐり開けてしまった。今回、相田くんを担当にしてほしいというわがままが通ったのは、娘可愛さゆえってことかしらね。だからね、私の力なんて、所詮父の七光、いや、十四光で成り立っているようなものなのよ。なんとも潔い発言に、次の言葉が見つからない。あっけらかんと言っているアスカだが、親の力だけで、ここまで仕事をまとめ上げることができるだろうか。一見近づきがたい美貌を放っているものの、時折浮かぶ親しみやすい笑みに、俺の胸が高鳴った。社に戻るなり、社内では蜂の巣をついたかのような騒ぎとなっていた。相田さん、やりましたね。相田くん、よくやった。100億ってゼロの数えげつないよね。ありがとうございおーい、愛だ。同僚や先輩たちが次々と称賛の声をかけてくる中、あの辻お嬢からのご指名なんて一体何があったんだ？いつもは
挨拶さえまともに返してくれたことがない上司が上機嫌に声をかけてきた。いやー、自分でもよくわからないですが、精一杯頑張ります。月並みの返しに上司はうなずきつつ、真剣な顔でこう言った。社長からお前への伝言だ。今から社長室に来るようにとのことだ。くれぐれも失礼のないようにな。はい。初めて入る社長室はやけに広く、ところどころに大手企業社長と思われる人たちとのツーショット写真が飾られている。まあまあ、そう固くならずに。そう言って、社長はにこやかに私を見つめている。愛田くんと言ったね。はい。忙しいところ、呼び出してしまって悪かったね。いえ、それで何か。君はその若さで、100億という規模の商談を取り付けてきたそうじゃないか。しかも、辻御令嬢が相手だそうだね。御令嬢と言っても、彼女はかなりの切れ者だ。そんな人物からのご指名というのは、なかなかないことだぞ。よくやった。ありがとうございます。社長の口から繰り出される褒め言葉に、俺はどう返したらいいのかわからない。実は、来週、私の誕生日会が行われることになっていてね。いい歳してと思われるかもしれないが。はい。すっかり戸惑ってしまった俺に反して、社長は上機嫌で続ける。そこにぜひ君を招待したい。ついでに君の同期のお友達も一緒にね。同期っていうのは浜口のことですか？社長は笑いながらうなずいた。大変光栄なことで、喜んで出席させていただきます。緊張のあまり、跳ねた言い方になってしまったが、心の中では、新たな悩みに悩まされることとなった。一緒に？いいよ。大盛りの中華麺を思いっきりすすりながら、順平は簡単にうなずいた。悪いな、初めてのことだからどうしたらいいかわからなくって。社長の誕生日会に、順平も一緒に招待されたことを伝えたものの、奴の反応はまるで味気なかった。こいつの脳内は一体どうなっているんだ。天然なのか、ずぶといだけなのかはわからないが、どんなことにも動じず、淡々と応じてくれる順平を、俺は初めて頼もしいと感じた。なんなら、行く前にどこか寄ってく？ラーメンとか食ってく？ああ、俺緊張で何も食べられそうにないから、それもありかもな。っていうかさ、スーツでいいよな。うん、それが無難だよ。ナプキンで口周りを拭いながら、順平はうなずく。っていうかさ、社長ってもういい年齢なのに、誕生日会なんてやるんだな。そう、俺は何気なく口にしただけなのだが。所詮、自己満だろ？と、ぼそっとつぶやいた、順平の射抜くような視線が、やけに怖かった。こうして、俺は社内において、一躍有名人となり、今まで関わったことのない社員からも声をかけられることが増えてきた。一気に注目され、戸惑いとふわふわした気持ちを抱きながらも、俺は100億の商談に向けて粛々と仕事をしていくのだった。そうして迎えた社長の誕生日会当日。お待たせ、待った？仕事をするのと大して変わらないスーツ姿で現れた順平をじっくり見てみると、ところどころに育ちの良さを感じさせられた。お前、実はモテる？え？モテるって何？思わず思っていたことが口について出てしまったようだ。
いつもと変わらないテンションに苦笑いしつつも、少しばかり安堵する俺。こうして俺たちは、他愛もない話をしながら、誕生日会が行われるという某有名高級ホテルに向かったのだが、目的地まであと十数メートル地点でのことだった。なあ、あれ。純平が指さしている方向を見てみると、なんと男の子が倒れている。背格好からして、小学校高学年ぐらいだろうか。おい、君、どうした?思わず駆け寄り、軽く肩を叩いてみるも、反応がない。急いで脈と呼吸を確認する。今なら、まだ間に合うかもしれない。俺は、彼を路上の隅に移動させ、救命措置を試みた。純平、救急車だ。ああ、わかった。純平が腕時計を気にしながら、電話をかける。頭の片隅に誕生日会のことが気になりつつも、倒れている子供を見捨てることができない。りょうちん、こんなことしてたら遅れちゃうよ。だからといって放っておけるわけないだろ。俺は必死に救命処置をしながら叫ぶ。だが子供の呼吸は弱くなっていき、一分一秒たりとも油断できない状況だ。純平はおろおろしながら、高級ホテルの看板と腕時計をしきりに気にしている。そして、どこからか純平のスマホに着信が入った。何やら電話の向こうの相手は、ひどく怒っているようで、怒鳴り声がスマホ越しに聞こえた。純平は顔を真っ青にさせて、ごめん、俺先行くよ。と言うなり、急ぎ足で、ホテルに向かってしまった。え?俺は驚いた。だって、ここには倒れてる子供がいるんだぞ。俺は頭の片隅で呆然としながらも、弱っている男の子の汗を拭う。膝立ちになったことで、ズボンはすっかり汚れてしまい、ジャケットはシワだらけになってしまった。だが、なんとか助かってほしい一心で、俺は、救急車が来るギリギリまで救命処置を続けた。多少の渋滞はあったものの、連絡してから5分ほどで到着した救急車は無事に病院に到着し、子供の家族にも無事会えた。俺は腕時計を見る。今頃終わっている頃だろうな。そう思いながらも俺は会場へ急いだ。りょうちん。純平が困ったような顔で出迎えた。シャンデリアがやけに目立つだだっ広いホールは華やかに彩られ、壇上にはハッピーバースデーと書かれた横断幕がかかっている。先ほど社長のお礼の挨拶が終わり、これから二次会に向かうところなのだという。俺は息をハーハーさせながら純平に近づいた。りょうちん、さっきは、純平が何か言いたそうだったが、聞き取れなかった。子供の命は無事だって。そう、よかった。純平も気にかけてはいたのだろう。安堵の表情を浮かべた。社長を見つけ、遅れたことへの謝罪をしなければ。そうして俺は、キョロキョロ会場内を歩き回り、数名の美人に囲まれ、上機嫌の社長を見つけて声をかけた。社長。すると彼は一瞬眉をひそめたものの、美人たちににこやかに声をかけながらその場を離れ、俺の元へやってきた。相田くん、ずいぶん遅かったじゃないか。社長、お招きいただいたのにもかかわらず申し訳ありません。すると社長は呆れたように深いため息をつきながら、聞いたところによると倒れた子供を助けていたらしいね。はい、ですが子供は無事病院に。そういうことを聞いているんじゃないんだよ。
思わず怒号をぶつけられ、俺の心臓はビクンと跳ね上がった。君は社長である私のことよりも子供を優先させたんだ。どういうことかわかっているのか？それは、これが大事な商談だったらどうするつもりだったんだ。人が倒れているのに見過ごせと言うんですか？思わず反論してしまった。どうやら私は間違っていたようだね。社長の表情は怒りに包まれているものの、どこか悲しみをにじませているようにも見える。どうやら君のことを買いかぶっていたようだ。残念だよ。今後のこと覚悟するんだな。そう言って社長は会場を出て行ってしまった。すると入れ替わるように純平がやってきた。おそらく陰ながらに俺たちのやりとりを見ていたのだろう。りょうちん、純平、巻き込んで悪かった。そんな、俺の方こそ。二人の間に気まずい空気が漂う。純平の表情は困っているようにも悲しんでいるようにも見えた。行けよ。すると彼は軽くうなずきつつ、名残惜しそうに俺の元を離れていった。その後ろ姿を見て、俺は友情も失ってしまったのだと絶望感でいっぱいになった。最悪の誕生日会から数日が経ち、俺は再び社長室へ呼ばれた。案の定、社長の口から告げられたのは僻地への移動、つまり左遷だった。先日の君の行いと態度はあまりにもひどかった。だが君はまだ若い。今回の事例はこれまでの実績に鑑み、申し上してもらいたいという私の温情の結果だと受け止めてもらいたい。はい、温情に感謝いたします。そう言って俺は頭を下げた。それと、君が現在担当している案件だが、金額が金額だけに、会社にとっては重要なものだ。慎重に、抜かりなく引き継ぐように。そう言って、社長は顎を一瞬突き出し、俺を部屋から出るように促した。そういうわけで、今日をもって私は担当を外れることになりました。突然のご連絡になってしまい、申し訳ありません。悲痛な思いを隠し、電話口で事情を説明しながら、俺はアスカに何度も謝罪を繰り返した。アスカは黙っているものの、怒りがひしひしと伝わってきた。私の後任は私の同期にお願いしています。浜口と言って大変優秀なやつなのでご安心ください。当然、引き継ぎはしっかりしておきますので。するとアスカは唐突に。相田くん。はい。いきなり名前を呼ばれ、たじろいでしまった。なぜ、こんな急に移動することになったの？それは、半ば責められる口調のアスカに、どう説明すればいいのか。何かあったの？アスカのくっきり彩られた目元と鋭い眼差しを思い出す。実は、そう言って俺は先般起こったことを洗いざらい話した。それを聞いたアスカは、何それ、信じられない。その口調は完全に怒りに満ちていた。その社長、とんでもないことをしてくれたわね。命より大切なものなんて、この世にないのよ。それなのに。申し訳ありません。あなたが謝ることじゃない。むしろ相田くんの行動は誇るべきことよ。あ、待って。何かを思い出したのか、アスカは何かを考えているようだ。助けた子供って、小学生ぐらいの男の子なのよね。
ええ、そうですが。すると彼女は何かを決意したかのような口ぶりでこう告げた。もしかしたら相田くんの力になれることがあるかもしれない。ねえ、今から会えないかしら。ここでの勤務も今日が最後。最後の挨拶をすべく、俺は社長室へ向かった。気分はどうかね？社長が意地悪じみた笑顔を向けてこう聞いてきた。最良とは言えませんが、覚悟はできています。だが社長はそれには何も答えず。まあ、それはどうでもいいんだが、例の100億の件はちゃんと引き継ぎができているんだろうな。もちろんです。そう言って、俺は懐からあるものを出し、社長へ差し出した。辞表届け？はい、本日をもちまして退職させていただきたいと思います。すると社長は鼻を鳴らしながら、ほう、その若さで身の振り方を考えたというわけだな。ずいぶん成長したじゃないか。そう言って俺を馬鹿にするように笑いかけてきた。失礼します。声と同時に扉が開いた。え？あ、これはこれは辻専務の。アスカが登場するなり、社長はそれまでの態度を一変させ、うやうやしく出迎えた。社長、ご無沙汰しております。そう言って頭を下げたアスカに、社長がにやつきながら問う。それでご令嬢が直々に何か？私がスカイ商社の100億案件の担当をしているのはご存知ですよね。ああ。危機迫るアスカの迫力に社長がたじろいでいる。本日はそのことでお伝えしなければならないことがあり、こうして参りました。そうしてアスカは背筋を伸ばした。御社との取引の件をお断りさせていただきます。なんだって？社長の顔が真っ青になっている。それから、そう言って、アスカは俺の方をちらっと見ながら、こちらの相田さんを我がスカイ商社に迎えたいと思っています。本日はその件と合わせましてご挨拶を。彼を？冗談だろ？社長は取り繕うように笑うも、アスカはニコリともしなかった。相田さんのような優秀な方が、急に異動になるなんておかしいと思いましたよ。理由はすべて聞きました。最低の一言ですね。だが、重要任務を放棄したことに変わりはない。上に立つ者として正当な判断をしたまでだ。命以上に重要なことなどありませんよ。倒れている人を救護することなどなかなかできることじゃない。私はそういう人と一緒に仕事をしていきたいと思いました。それに比べて。アスカは一層厳しい眼差しで社長を見据えた。自分の誕生日会に遅れてきたという理由だけで理不尽な異動を命じる。人助けをしただけで罰を与えるような会社と、これからも良いお付き合いができるとお思いですか？私だったらごめんだわ。だが、これが大事な商談だったら。社長？アスカがとどめを刺した。社長はご存じないかもしれませんが、相田くんが助けた子供は私の姉の子供です。おいっ子の命の恩人なんですよ、彼は。え？そうだったのか？社長はそれまでの態度を一変させ、あっけらかんとした口調でこう言ってきた。そういうことなら早く言ってくれよ、相田くん。前言撤回しよう。左遷は取り消しだ。もちろん、取引の件も引き続き頼むよ。突然の変わりぶりに、思わず怒りがこみ上げ、それを握り拳で耐えた。
いえ、私の意思は変わりません。なんだって?社長のこめかみに青筋が立っている。この恩知らずが、お前みたいな三流大学出を雇ってやったのは誰だと思ってる。所詮お前は会社のお荷物なんだよ。社長が本性をあらわにしてきた。もし辞めるんだったら、今までの給料を全額返還しろ。俺を敵に回したらどうなるかわかってるだろうな。は?何を言っているんだ、この人は。俺が言い返そうとしたとき、純平が突然社長室に入ってきた。親父、もうやめろ。親父?今、純平が社長を親父って。純平、お前には関係ない。関係ある。あの時、俺は話したよね。寮が遅れた理由。なのに親父は聞く耳を持つことなく寮を責めるばかりだった。俺、悔しかったよ。あの、親父って。思わず俺は口を挟んだ。俺、社長の息子なんだ。親父から、一から会社で学べって言われていたから、今まで隠しててごめん。普段のおっとりした純平からは、想像もできない苦悩がそこにあった。俺、昔から耳にタコができるくらい聞かされていてね。何事も効率重視だとか、自分より格下の人間は見下せとか。学生時代は、俺の友人関係に介入して何度トラブルになったことか。そう言って彼は心底深いため息をついた。おかげで俺は暗黒のような時代を過ごしてきたよ。だからこの会社に入って両親のような優しい人と友達になれて本当に嬉しかったんだ。本当だよ。そんな風に自分を思っていてくれたなんて。りょうちん、ごめんな。あの時、お前と男の子を置いていってしまったこと、本当にすまない。謝って許されることじゃないけど、俺、こんな自分が本当に嫌になるよ。純平。純平は純平なりに、あの時のことを悔やんだんだろうな。ほのかな温かさが胸に広がる一方で、そんな心優しい息子をも傷つけてきた社長に対する怒りは強くなっていく。純平の形相が少しずつ怒りで歪み、叫んだ。もし両親に何かしてみろ。俺はあんたを許さないからな。だが社長は、そんな息子の必死な訴えなど、どこ吹く風だ。ふん。お前みたいな世間知らずに何がわかるんだ。息子といえども、私に背いたらこのままではおられんぞ。そう言っていられるのも今日までかもしれないよ。そう言って純平はあるものを社長の机にぶちまけた。これは何なんだ?あんたが一番わかってるだろ?純平の目に浮かんでいるのは、失望とも悲しみとも言えない複雑な感情だった。密かに調べさせてもらったんだ。経理部長の口を割るのに苦労したよ。でも、両親の呵責に苦しんでいたみたいで、全部話してくれたよ。その他、役員や社員への不適切な行為の指示、秘書に対する不謹慎すぎる行為、その他にも、もうやめろ。社長が必死になってシラを切る姿を横目に、俺とアスカはぶちまけられた資料に目をやった。不正を物語る書類に混じって、明らかに今のご時世にそぐわない団体と思わしき人たちと、にこやかにピースしていたり、目も当てられない場面の写真の数々、アスカが思わず、最低。とつぶやいた。今、社長を除いた全役員の緊急会合が行われており、先ほどこれらの行為をすべてお話しさせていただきました。
もちろん寮の左遷についてもすべてお伝えしたところです。お分かりになりますよね、社長。純平が目を真っ赤にしながら社長を追い込んだ。こうして社長は全役員の満了一致により社長を解雇。株主総会でも同意を得たことでリーバ株式会社から完全通報されることとなった。現在会社は立て直しに向け同業他社からの援助を受けつつ必死に信頼を取り戻している最中だ。そうして俺はというと、相田さん、書類はこれで大丈夫ですか？後輩からの書類に目を通しながら俺は笑顔を向けた。OK です。そう言って俺は親指と人差し指で丸を作った。アスカからヘッドハンティングを受けスカイ商社に入社した俺は現在花形と呼ばれる営業部一課に配属され、忙しくも充実した毎日を過ごしている。同じ営業部とは言っても前社とはやり方もルールも違う。それでも以前とは違い、なんと言っても風通しが良くて仕事がやりやすいことが一番良かった。相田くん。あ、アスカさん。お昼休み、時間が合うとこうして昼食を共にすることが多い。休み時間ぐらい仕事から離れたいと他愛もない話に興じつつも結局仕事の話に戻ってしまう。うちの父がね、相田くんに痛く感謝しているのよ。なんて言ったって孫の命を救ってくれた人だから。その話もう何回も聞いてます。そう言って俺は苦笑いしながらも嬉しさが止まらない。事実、出勤一日目の時、会社のエントランスにずらりと役員が並んでいるのを見た時は思わずバッグを落としそうになったくらいだ。あの時はほんと顔から火が出るぐらい恥ずかしかったですよ。でも私はそのことを差し引いてもあなたに来てもらえて本当に感謝してる。そう言ってアスカは思いっきり口を開け、おにぎりを頬張った。並み居るライバル企業から一目置かれ霊嬢と呼ばれている彼女の庶民的な仕草を目の当たりにすると、俺に気を許してくれているのだと嬉しくなった。ああ、そういえば。俺は恥ずかしさを紛らわすように話題を変えた。純平のこと聞きました？ええ、役員の間でも話題になってるわ。私たちのライバル会社になるのも時間の問題ね。純平の父が社長を解雇されて間もなく、純平も会社を去った。そうして純平はここからほど遠い地域に小さい会社を立ち上げた。最初はベンチャー企業として数人の社員と共に会社を回していたそうだが、丁寧な仕事ぶりと純平たちの人柄が評判を呼び、少しずつ事業を拡大していった。そうして今は社員数100人を超える大企業となった。純平自身、父を反面教師にしていることもあって、社員第一を掲げている。そのことも取引先から絶大なる信頼を得ているそうで、今は目も回るほど忙しいようだ。今度一緒に仕事するんだって？サラダを頬張りながら、アスカが嬉しそうに聞いてきた。ええ、しかも向こうから話が来て。ほんと、純平に会うの何年ぶりかなぁ。嬉しさのあまり、思わずあだ名で呼んでしまった。いいなぁ、それだけ仲がいいなんて。思わずアスカの顔を見ると、なんだかやきもちを焼いているように見える。まあ、唯一の同期ですから。ねえ、敬語やめない？え？いや、でもそれはちょっと。アスカが真剣な顔で俺を見つめる。
サラサラの髪から香るシャンプーの匂いが俺の胸をどぎまぎさせた。私、もっと相田くんのことを知りたい。ダメかな？上目遣いで見つめてくるアスカからの言葉に、俺にもようやく春が訪れるのだと期待感がいっぱいになった。待ってたよ。座って座って。あの頃と全く変わらない丸っこい体と顔は相変わらず健在だった。俺は奇妙な感覚におかしさをこらえつつ仕事モードに切り替える。本日はお忙しい中ありがとうございます、社長。友達なんだからさ、社長はないでしょう。そう言って苦笑いしている純平の顔はあの頃と変わりはなかった。近況報告もそこそこに、ひとしきり業界用語が飛び交い、具体的な契約に入っていく。話し合いは長時間にも及んだ。ちょっと休憩しようか。話が一段落したところで、純平がコーヒーを入れてくれた。さすが、社長が入れてくれたコーヒーは違うわ。何言ってんだよ。けんけんがくがくの雰囲気から一変し、空気はあっという間に和んだ。そこから、たあいもない話を繰り広げ、話は次第にリーバのことに及んだ。そういえば、父上は元気か？ああ、すっかり丸くなったよ。あの頃と比べて、目尻のシワが深くなった純平が、しみじみと語ったこと。あの頃の会社はすでに倒産寸前に陥っていたそうだ。そんな時に転がり込んできた100億という巨額の取引ができるチャンス。会社を立て直すにはこの商談を必ず成功させなくてはならない。だが例の騒動が起こり、俺の退職に加え他の取引先からも取引撤退が相次いだ。遅かれ早かれ、父の隕石辞任は免れなかった。遠い目をしている純平も、いたたまれない気持ちだったに違いない。しょうがないよ。あの会社は、その時点で時代遅れだったってわけさ。今時、学歴やら、見栄をひけらかしたところで人は寄ってこない。会社を起こしてみて、そのことがよくわかった。そう言って、彼は苦笑いを浮かべた。俺は何とも言えない気まずさから逃れたくて話題を変えた。今更だけど、純平、結婚おめでとう。ありがとう。そうそう、この間子供が生まれたんだ。俺がパパだってさ、信じられないよな。あっという間に親しみやすい表情に変わり、純平がスマホを向ける。純平と腕に赤ん坊を抱いた可愛らしい女性が仲睦まじく並び、幸せそうに微笑んでいる。幸せそうだな。へへへ、お前も早く結婚しろよ。俺はまだまだだから。聞いたぞ、あのアスカさんといい感じなんだろう。そう言って、純平は俺の肩をポンポン叩いてくる。そうして、何かを思い出したのか。そうそう、実はね。そう切り出した純平は、今までのことをぽつりぽつりと語り出した。社長を解雇され、家庭は一変した。長年夫に尽くしてきた純平の母は、心労で倒れてしまい、数ヶ月後に亡くなってしまった。残された二人の悲しみは、相当なものに違いない。だが、会社の一件で、二人の仲は完全に決裂してしまった。純平は、父と決別する覚悟で、会社を立ち上げ、死ぬ者狂いで頑張った。息子が、経営者として認められるのに反して、父は、社会から見放されたかのように、毎日すさんだ生活を送っていた。過去の栄華にすがり続ける一方、今までの行いを強く後悔していたのだろう。
二人とも互いを気にかけつつも、俺の左遷の一件で啖呵を切ってしまった手前、なかなか歩み寄れないでいた。二人の関係が変わり始めたのは、純平が結婚したことだった。もともと仕事仲間だった妻は、父が社長をしていた頃からリーバのことをよく知っていた。すべて受け入れた上で交際を続け、プロポーズを受け入れた。子供が生まれてからも仕事を続けたいと思っていた妻は、純平に父との同居を提案したらしい。孫の世話をしてくれたら何かが変わるかもしれないよ。と。長年、子育てのすべてを純平の母に任せてきたこともあって、最初は苦労の連続だったそうだ。純平も育休を取得し、父と共に必死に我が子と向き合った。そんな時間を共有していく中で、二人は少しずつ心開いていくようになったのだという。今では、すさんだ生活から脱却し、子供を保育園に送った後は、近所のお仲間とゲートボールを楽しんでいるらしい。今でも時々気まずい時はあるんだけどね。でも、子供向けのテレビ番組を一緒に見ながら、時折、俺が小さかった頃の話をしてくれるようにはなったんだ。そう語る純平は、すっかり人の親の顔をしている。親父がやってきたことを許すことはできないけど、俺には計り知れない苦労を抱えながら社長をやっていたんだろうな。純平が語る通り、仕事をしていく上で割り切れないことや少々の無茶をしなければならないことはあるかもしれない。だが何より一番大事なことは人だと思う。利益や効率を重視するあまり、人を軽視してしまえば、結果として何もかもが崩れていってしまうのだと、俺は仕事をする上で強く体感している。純平は俺のことを誰に対しても優しい人だと言っていたが、それは俺の性格だからではない。今までの人生で数えきれないほどの優しさに触れ、享受してきたからこそ、これからはその優しさを人に返していきたいと思ったからこそだ。そうしてまた、その優しさに助けられている。これからも、かけがえのない仲間たちと共に、変わらない優しさを持ち続けながら、社会や人に尽くしていきたい。そう心から思った。こんな日に遅刻だなんて、何を考えているんだ。結婚式の日、式場に向かう途中で、体調を崩した妊婦を病院へ運んだ。その結果、主役の一人である俺は遅刻してしまったのだ。遅れて挙式を始めようとしていた俺たちのもとへ、怒鳴り散らしながら向かってくる花嫁の父親。お父さん、申し訳ございません。途中で体調の悪い妊婦さんがいまして。ふん、見えすいた嘘。万が一本当だとしても、娘よりもどこの誰かも知らない女を優先したということだ。我々に恥をかかせおって。蘭の父親は、俺の腕を掴んで、挙式場に引っ張っていこうとする。スタッフが止めようとしても振り払ってしまう。ちょっとお父さんやめて。何するの？やはりこいつはろくな人間じゃない。結婚式は中止だ。参列者一人一人に土下座して回れ。参列者が着席していた挙式場に現れた蘭の父親と引きずられている俺を見てみんなが目を丸くする。俺を風見家側の前に押し出すと、早く土下座して謝れと怒鳴った。俺が言うことを聞かなければ場が収まりそうにない。なんでこんなことに。意を決して俺が膝をつこうとすると、大変です。と、義父にあるニュースが告げられる。義父は顔を真っ青にさせて、俺を見つめた。お前、まさか。義父の転落人生が、まさにここから始まったのだ。
俺の名前は千里勇気、33歳、旅行記事をメインとした出版社に勤めているサラリーマンだ。競争が激しい出版業界だが、大手ではないこともあり、時期によっては穏やかな職場だ。そんなところで働いている俺自身は、特段仕事ができるわけでも、秀でた才能があるわけでもない。ごくごく普通の人間。頼まれていた資料できました。先輩に出来たてのインタビュー案を提出すると首をかしげられた。千里くん、このインタビュー、現地でお店を開いている人に聞くためのものよね。あ、はい、そのつもりで書きました。おすすめのお店は？って聞いたら、自分の店って答えるんじゃないかしら。あ、しまった。その通りだ。よくあるインタビュー内容のレパートリーから安易にピックアップするんじゃなかった。すみません、書き直します。ふふ、これはこれでいいわ。自分のお店の他にもう一つって聞けば、現地の人にとっての隠れスポットが見つかるかも。笑いをこらえながら俺の提案を受け入れてくれる先輩。結果オーライだったが、もっと気をつけないと。俺たちの話を聞いていたのか、休憩時間に同僚の話が聞こえてしまった。さっきの千里くんのおすすめのお店ってインタビュー、笑っちゃった。私も、千里くんってなんか抜けてるよね。わかる。こう、ぼんやりしてるっていうか、弟みたいでなんか気にかけちゃう。どうやら悪口ではないらしい。ほっとしたのもつかの間。部長の萩さんに呼び出された。何かしでかしてしまったのだろうか。と、恐る恐る向かう。萩さんは、俺と目が合うと、にこやかな表情で手招きをした。千里くん、君のおかげで、クライアントへの資料提出が早まったそうだね。担当の方から、お褒めの言葉をいただいたよ。いえ、そんな、俺は特に。チームの人に聞いたよ。みんなの作業スケジュールを管理してくれたり、書類チェックを全員分やってくれたって。君自身の仕事もあるのに、フォローしてくれたんだろう？少し余裕があったので、大したことでは。でも、そういった細々とした仕事が、とても助かることは自分でもよくわかるだろう？ああ、そうだ。雑誌のホームページの更新もやってくれたんだよね。誰も見ていないと思ったら大間違いだ。君の頑張りはみんな知ってるよ。ありがとうございます。ここまで褒められては謙遜することが逆に失礼だと思った。素直にお辞儀をし、萩さんからの今後の応援の言葉ももらった。よくしてくれる同僚や先輩の負担を減らすためにと、押し付けがましくない程度にやったつもりだった。だけど、やはり見てくれている人がいるのは嬉しい。そうだ、明日のバーベキューでも千里を紹介させてくれないか？君は人付き合いがいいから、きっと先方も気に入ってくれるだろう。そう、明日はいくつかの出版社と共同でバーベキューをすることになっている。情報交換をしたり、新たなコネクションを築いたり。もちろん、うまい肉が食べられることもあって、俺は楽しみにしている。翌日、バーベキュー会場に到着した俺は驚いた。とにかく規模が大きい。パーティーと銘打ってもいいかもしれないと思った。大手出版社が主催とあって、とにかく豪華。セルフサービスの飲み物も種類が多く、これだけでも満腹になってしまいそうだ。同僚たちと合流し、食事を楽しみつつ、他社の記者や編集者、印刷会社の人も紹介してもらう。念には念を入れて、名刺を有り余るほど持ってきていてよかった。営業活動を一時休憩し、おのおの好きに食事や歓談している中、ふとある女性が気になった。割り箸の袋やもう使われないであろう紙皿をまとめてゴミ箱へ持っていくポニーテールの女性。今度はドリンクサービス付近が気になったのか。近くの台拭きを濡らし、机を拭いていた。時々誰かと話しながら食事をしているので、会場のスタッフではなさそうだ。
あの、一人で動き回っている姿が気になり、たまらず声をかけてしまった。え？あ、その、自分は桜トラベル出版の千里と申します。すると、女性はポケットから名刺を取り出し渡してくれた。その様子を見て、俺も慌てて名刺を引っ張り出す。ご挨拶ありがとうございます。アスナビューティー出版社の風見と申します。薄桃色の可愛らしい名刺には、編集部、風見蘭と書いてある。アスナビューティー出版社とは、女性向けのファッション雑誌やメイク雑誌を主に取り扱っている会社だ。これまで関わりの少ない業種の名刺を手に入れ、いささか緊張してしまう。いや、そうじゃない。俺は彼女と名刺交換をするために近づいたわけではないのだ。アスナビューティー出版社さんということは主催ではないですよね。お一人でお掃除されていたのが気になって。あ、すみません。お気を使わせてしまって。どうしても散らかっていると片付けずにはいられなくて。相当な綺麗好きなのか育ちがいいのかもしれない。だとしても、こんな広い会場で増え続ける汚れに対応するのは大変だろう。そうだとしても、すごいですよね。気遣いと言いますか。皆さんとお話ししたり、休憩されたりしたいでしょ？誰も見ていないところでそういう気配りができる人って、とても尊敬します。そう言ってくださって嬉しいです。でも、私が好きでやっているだけなんですよ。その気持ち、わかりますよ。俺も、こういうの気になっちゃうタイプなんです。今ちょうど腹も膨れて、少し体を動かしたいなと思っていたところなので、俺もお手伝いしましょうか？では、お言葉に甘えて。俺たちは自社の専門誌について話し、時折肉や野菜をつまみながら会場を片付けて回った。女性用専門誌には知見がなかったので、風見さんの話はとても興味深い。一方の風見さんも父親が旅行会社で働いているらしく、俺の会社の話を熱心に聞いてくれた。お開きの時間になり、二次会の案内をされる。俺と風見さんはまだ話足りないと、共に二次会に向かった。居酒屋だったので、食べ終わった後の食器は店員さんが下げてくれる。そのおかげで、手持ち無沙汰になったと、俺たちは笑い合っていた。次の出社日、俺たちのことは社内で有名になっていた。俺と他社の美人が、始終共にいたと、社員たちが目撃していたらしい。知り合いなのか、ナンパでもしたのか、社内では噂や憶測で持ちきりだった。そして、出社した途端、興味津々の女性社員たちに問いただされたのである。そんなんじゃないですよ。ただ気になって。気になったって、一目惚れってこと？そういう意味じゃなくて、会場の片付けを善意でされていたので、つい手伝わずにはいられず。なるほど、千里くんらしいわ。ナンパしていることに自分で気づいていないなんて。で、それから彼女とはどうなの？どうって。二次会の後、馬があった風見さんとはプライベートの連絡先も交換した。今日はありがとうございましたという風見さんの連絡に返事をして、それっきりだ。それっきりって信じられない。せっかく向こうから連絡くれたんだから、ちゃんと話続けないと。でもあれは社会的な付き合いだっただけで。本当にそれでいいの？いいも何も。その風見さんとはこれっきりなんだよ。そうそう、千里くんが何もしない限りね。これっきり。仕事の付き合いだからそんなものだろう。だけど風見さんとこれっきりなのは嫌かもしれない。俺は仕事帰り、風見さんのプライベートの連絡先にメッセージを送った。またいろいろお話しさせてもらってもいいですか？と。それから半月後、俺と風見さんは頻繁に食事に行くようになった。近況報告や映画鑑賞が趣味という共通点。そんな話をしているうちに、話題の映画を
互いに見ていないことが分かり、思い切って、次のお休みの日に一緒にどうですか?と誘ったのである。そのことを社内で話すと、女性社員たちにこぞって褒められた。それから何度かデートを繰り返し、いつの間にか恋人と呼べる関係になっていった。一年が経った頃、俺は彼女のことをランと呼び、ランも俺を結城くんと呼んでくれるようになっていた。プロポーズをしたのは出会ってから2年後、あのバーベキューをした会場近くのレストランで行った。ランも俺も互いに心を許し合い、共に行きたいと思えるようになっていたのだ。プロポーズから1ヶ月後、俺はランの実家へ挨拶をすることになった。一人暮らしの彼女の家には何度も行ったが、実家は初めてである。ランに連れられてタクシーを降りた俺は自分の目を疑った。目の前にはどこかの寺か料亭かと思わせるような日本らしい趣のある豪邸。ランの父親が旅行会社で働いていることは聞いていたが、社長であると知ったのはつい最近の話だ。恐る恐る。しかし情けなく見えないように正面の門をくぐり、待っていたお手伝いさんの案内で中庭を抜け、応接間に通される。現れたランの両親に挨拶をし、名刺を出した。ランさんとお付き合いしております。千里結城と申します。俺の名刺を見たランの父親は、眉を潜めた。桜トラベル出版?うちの下請けじゃないか。え?うちの元請けに旅行会社なんてあっただろうか。一社員の俺が知らないだけかと思っていた。俺はランの父親から名刺を受け取り、首をひねる。エメラルド旅行会社?そうだ。ずいぶん世話をしてやっているだろう。いろんな旅行会社との付き合いはあるが、旅行会社の提案でプランを組んで雑誌に載せ、その雑誌内で旅行会社の宣伝をする。いわば協力会社、ビジネスパートナーの関係である。下請けとは意味が違うのだ。まさか、ランの相手が下請け会社の社員だとは。彼は俺たちのことを下請けと誤認しているらしい。社長ゆえにそれぞれの会社との契約を把握していないのかもしれない。誤解を解こうとしたが、ここで仕事の話をするのも良くないと思い、苦笑いにとどめる。そんな俺に、ランの父親はこう言った。下請けの社員との結婚なんて許せるわけがないだろう。そんな。お父さん、何言ってるのよ。私が誰と結婚しようが、私の自由でしょ。結城くんはいい人なのに、会社で決めるなんて。ダメなものはダメだ。第一、桜トラベル出版なんて、うちの業績にも響かないような使えない会社じゃないか。風見家とエメラルド旅行会社の品位が問われるだろう。そんなことありません。昨年度の旅行雑誌では全国での売上1位を達成していますし、他の旅行会社さんにも贔屓にさせていただいています。俺のことを何と言われても構わないが、会社のことを馬鹿にされては黙っていられない。みんな優しくて、仕事に一生懸命で、売上1位の時だってお互いを褒め合って打ち上げをしたほどだ。これまでのみんなの努力を否定されているようで、どうにも口を出さずにはいられなかった。そんな俺の反論が気に食わなかったのか、ランの父親はさらに不快そうに顔を歪めた。だから何なんだ?下請けの分際で偉そうなことを言うもんじゃない。そもそも弊社と御社はビジネスパートナーで。まだ口答えをする気か。ランの父親は立ち上がり、母親が止めるのも無視して怒鳴った。さっさと帰れ。お前の顔を見ていると不愉快だ。もう、まともに話ができる状態でもなく、俺は一旦引き上げることにした。その日の夜、ランに謝られた。お父さん、プライドが高くて。昔から
私には身分の高い相手と結婚するようになんて言ってくるくらいなの。全然理解できなくて、そのうち落ち着くだろうと思って放っておいたんだけど、あんなにひどいとは思わなかった。本当にごめんなさい。ランが悪いんじゃないよ。結婚報告なのに俺も余計なことを。自分の大事なものをあんな風に言われたら誰だって傷つくわよ。ゆうきくんは悪くないわ。私しばらくお父さんを説得するから、少し時間をちょうだい。うん、ありがとう。結婚の話が一旦保留になったこととは別に新たな問題が生じた。エメラルド旅行会社からの資料が一向に届かない。催促しても生返事。しまいには値上げ交渉までしてきたのだ。向こうの不手際で対応が遅れているにもかかわらず、契約の延滞金はそちら持ちで、なんて言ってきて、経理部が対応に追われている。突然無茶苦茶な態度を取ってきた原因は、きっと俺だ。俺は萩さんに事の経緯を説明した。最初は、そんな、子供じゃないんだから、一個人の機嫌を損ねたくらいで、どうにもならないよ、と言ってくれたが、次第に、千里という社員は関わらせるな、と連絡が来て、いよいよ俺は責任を感じていた。もしも、蘭の父親が、他の旅行会社や取引先に、うちの悪い噂でも流していたら、嫌がらせがどこまで広がるかわからず、俺は恐怖した。この会社が俺のせいで窮地に立たされるなんてあってはいけない。俺は萩さんに相談することにした。自分がいなくなった方が会社のためなんじゃないかと。すると萩さんは珍しく怒った。なんてことを言うんだ。悪いのは社長という立場のくせに市場を仕事に持ち込む方だろう。君は何も間違っていない。だから、そんなことを言うんじゃない。いざという時は、上が責任を取るもんだ。何も気にしなくていい。婚約者の人とも、これからも仲良くするんだぞ。ありがとうございます。ほら、今日は深山ツアーズさんとこの営業だろ。気持ち切り替えて行っておいで。はい、そうします。もしこの契約が取れたら、10億の利益だなんて課長に言われてちょっと緊張ですけど。千里くんにだから任せられる案件なんだよ。それくらい君はうちにとって大切なメンバーなんだ。自信を持ってくれ。はい。本当にいい人たちに恵まれた。萩さんだけでなく誰も俺を咎めないどころか心配してくれている。だからこそ俺はうちの会社を馬鹿にされたことが悔しかった。その日、蘭から連絡が来た。母親と説得を繰り返し、無理やり俺たちの結婚を納得させたそうだ。電話口の蘭は疲れた声をしていたから、相当苦労したのだろう。申し訳なく思いながらも礼を言った。歓迎されていないことはわかっているが、これは二人の問題だと自分に言い聞かせることにした。そして無事に結婚式当日を迎えた。挙式は12時からで、新郎新婦は9時に現地集合だ。蘭に今から家を出ると連絡をして駅へと向かう。なんとかこの日を迎えることができた。風見家の来賓はさすが社長令嬢なだけあってものすごい人数だった。これでも絞ったの、と苦笑していた蘭の顔を見たのが昨日のことのようだ。本当にあっという間の準備だった。蘭の母親が親族に連絡を取ってくれたり、とても世話になった。彼女がいなければどうなっていたか。会社の人たちもずっと俺を応援してくれた。結婚式の招待状を渡した時には自分のことのように喜んでくれたな。そんな日々を思い返し、予定より早い電車に乗れそうだと駅を目の前にしたところで、前を歩いていた妊婦さんが突然うずくまった。え？大丈夫ですか？駆け寄ると額に汗をかき苦しそうにしている。これでは歩けないだろう。駅前のロータリーにタクシーが止まっているのが見えたので、慌ててそのタクシーを捕まえ
彼女を乗せる。苦しそうにしながらも病院の診察券を渡してくれた。その病院の名前を運転手に告げ、俺は彼女の手を取り励まし続けた。病院に着くと担当の医師がすぐに彼女を見てくれた。疲労がたたっていたのか、突然の発作のようなものを起こしていたらしい。医師には休むようにと言われている彼女は幾分か顔色が良くなっている。念のため今日は入院するらしい。あの、本当にありがとうございました。あなたが連れてきてくださらなかったらどうなっていたことか。いえいえ、無事で何よりです。よければお名前を伺ってもいいですか。改めてお礼をさせてください。そこまでのことではないと思ったが、申し出を無下にもできず名刺を渡して病院を出た。その時の時刻は12時30分を過ぎていた。ランから不在着信と俺を心配するメッセージが届いている。タクシーに飛び乗り、ランに電話をかけ事の経緯を説明した。泣き出しそうなランは本当に心配してくれたのだろう。ゆうきくんもその妊婦さんも無事でよかったと言ってくれた。申し訳ない思いで式場に着き、急いで着替えたが、支度ができた頃にはすでに14時を回っていた。式場のスタッフから連絡をもらったのか、みんなは俺を温かく迎えようとしてくれたが、そうはいかない人物が一人いた。ランの父親だ。こんな日に遅刻だなんて、何を考えているんだ。遅れて挙式を始めようとしていた俺たちのもとへ怒鳴り散らしながら向かってくる。お父さん、申し訳ございません。途中で体調の悪い妊婦さんがいまして。ふん、見え透いた嘘。万が一本当だとしても、娘よりもどこの誰かも知らない女を優先したということだ。我々に恥をかかせおって。蘭の父親は俺の腕を掴んで、挙式場に引っ張っていこうとする。スタッフが止めようとしても振り払ってしまう。ちょっとお父さんやめて。何するの？やはりこいつはろくな人間じゃない。結婚式は中止だ。参列者一人一人に土下座して回れ。参列者が着席していた挙式場に現れた蘭の父親と引きずられている俺を見て、みんなが目を丸くする。俺を風見家側の前に押し出すと、早く土下座して謝れと怒鳴った。どうしたらいい？土下座で彼の気が収まるのか？いや、きっとその次にも何か要求してくるつもりだ。でも、俺が言うことを聞かなければ、場が収まりそうにない。人生最高の日が、こんな最悪の日になってしまうだなんて。俺は、もうどうすることもできずに、やっとのことで声を振り絞った。この度は、申し訳ございませんでした。諦めて膝をつこうとしたとき、それを制する人が現れた。千里くん、そんなことをしなくていい。立ちなさい。萩さんだった。俺の隣に立ち、腕を引っ張って立たせてくれる。何の真似だ。不要な侮辱はおやめください。彼は今日の主役です。お前、こいつの上司だろ。下請けの分際で生意気なことを。御社は弊社のビジネスパートナーです。下請けではありませんし、もしそうだとしても、こんな態度を取られる筋合いはございません。あまり余計なことを言わない方がいいぞ。お前のところなんて、うちが圧力をかければすぐに。蘭の父親がすっと前に出て、一触即発となる。と、その時、突然蘭の父親の隣に、若い男性が現れた。社長。何やら急いでいる様子で、こっそりと耳打ちをしている。この状況で間に入ってこれるということは、秘書か何かなのだろう。何？その話を聞いた彼は、顔を青ざめさせる。バカなことを言うもんじゃない。そんなことが。私にも今連絡が来たんです。こちらを。秘書が見せたスマートフォンの画面を食い入るように見ている。ミヤマツアーズが
桜トラベル出版と大規模契約だと？つい口に出したのか、蘭の父親の言葉が会場に響き渡る。俺と萩さんは顔を見合わせた。ミヤマツアーズは今や業界最大手の旅行会社だ。国内国外問わず多種多様なプランを提供している。エメラルド旅行会社とはライバル関係にあたるのだが、今までうちとの契約はなく、俺が最近営業をかけていた会社だった。どうやらエメラルド旅行会社さんとの取引が中止になっても問題ないようですね。萩さんはそう言って確認のためか会社に電話をかけた。しばらくして切った後、俺を見てにこやかに笑う。千里くん、ここに来る途中、妊婦さんを助けたんだよね。はい。その人、ミヤマツアーズの社長令嬢らしいよ。え？先ほど会社に向こうの社長直々に礼を言ってくれたらしい。もともと千里くんが営業をかけていたから名前は知っていたんだって。あと一歩の決め手でうちとの契約を迷っていたらしい。それで君が彼女を助けたことで人柄を知ってぜひ一緒に仕事をとのことだそうだ。そんなことが。あっけに取られている俺をそのままに、萩さんは蘭の父親と対峙する。そういうわけでして、もう御社と縁を切られようと痛くも痒くもありません。これ以上彼への嫌がらせは慎んでいただきたい。いいのか？このままだとお前の部下は結婚できないんだぞ。それとこれとは関係ないでしょう。いや、こんなぶしつけな会社の社員が風見家と関係を持つなんて私が許さない。どうだ、困るだろう。いい加減にしてよお父さん。ウェディングドレス姿の蘭が彼の前に立つ。私はお父さんの威厳を保つための道具じゃないわ。そんなこと言った覚えはない。今私を交渉に使おうとしたじゃない。それは。わかってるわ。お父さんが社長の立場のせいでいろんな人が寄ってきて何度も裏切られてきていることも、慎重になるのも当然だと思う。でもね、蘭は俺の腕に抱きついた。彼は唯一私をそういう立場で見なかった人よ。お父さんが嫌っている人とは違う。私が一人で片付けをしていた時に手伝いましょうかって声をかけてくれた優しい人よ。私より掃除だって上手なんだから。ラン、私たちに近づく人がみんな下心を持っているわけじゃないことくらいわかるでしょ？もう子供みたいなわがままはやめて。親になんてこと。お父さん、いい加減みっともないですよ。ランの母親が鋭い目つきで睨む。いよいよいたたまれなくなったのか、会場を出て行ってしまった。その後、俺とランはみんなに迷惑をかけたことを謝罪し、結婚式をやり直した。段取りはめちゃくちゃになったが、人の絆を再確認できたいい式だったと思う。後日、ランの父親はうちとの取引を市場で失ったことや、他にも訪れていた参列者たちにことごとく契約を切られ、その責任を取るために社長職を解任された。加えて、彼の傲慢な態度にほとほと呆れていた蘭の母親も、もう付き合いきれないと離婚届を突きつけてきたらしい。さすがに哀れんだ蘭は、二人の仲を取り持つためにいろいろと説得を試みているのだとか。あんな親でも親なのだと、けなげに母親を説得したり、二人で出かける機会を作っているらしい。道具にしようとしていた娘からの無償の優しさで、彼女の父親が少しは改心してくれることを願うばかりだ。後日、ミヤマツアーズの社長令嬢である泉さんが、生まれたての赤ちゃんを連れてお礼を言いに来てくれた。生後間もない赤ちゃんはとても可愛くて、俺もいつか、と夢見たほどだ。そして、ミヤマツアーズとの大口契約を達成した俺は、昇進して課長になった。
徐々に人を管理する仕事を行わなければいけない不安について萩さんに相談した。そうやって不安に思うのがいいことだよ。自分にならできると根拠もないのに思い込むよりずっといい。失敗して当然なんだから、どうすればよい、何をしてはいけないを学んでいく姿勢が大事だ。そうですね、萩さん、本当にありがとうございます。なんだい、改まって。結婚式の日も俺をかばってくれて、もうずっと萩さんにはお世話になってます。萩さんは俺の憧れです。それは嬉しいな。じゃあ君もそんな風に言ってもらえるような上司になってくれ。はい。俺もよく千里はいいやつだと言ってもらえるが、自分にそのつもりはない。打算のない優しさはきっと萩さんを見習って身についたものだ。俺が彼に憧れたように、いつか俺もそんな人になりたい。そしてその人がまた誰かに憧れられる人になれば、世界はとても優しいものになるんじゃないだろうか。そんな大それた夢があるわけではないが、せめて自分に関わった人だけでもそんな気持ちになれたらいいなと思うのだった。身内に中卒がいると外聞が悪いんだ。ほんと、お父さんの言う通りよ。しかも中卒って常識がなさそうな感じがするわ。ほほほ。両親のいない私は、長きにわたり、兄が親代わりとして育ててくれた。念願の看護師になり、職場の院長の息子と結婚することが決まった。迎えた顔合わせの日、兄も交えた時間は、和やかな雰囲気で進んだが、兄が中卒であることを知った途端、義父母の態度が豹変した。私のことは何と言われようと構わない。でも私のために自分を犠牲にしてきた兄を悪く言うことだけは許せない。あの、いくら何でもそこまで言わなくてもいいじゃないですか。怒りのあまり反論しようとするも、二人は聞く耳を持たず、さらに暴言を浴びせてきた。私は断じて認めないぞ。君たちと我々とは住む世界が違うんだ。それを結婚だ？冗談じゃない。とっととこの場から出て行け。二度と顔を見せるなよ。だが、次の瞬間、兄の口から出たのは意外な一言だった。そして義父母は、顔を真っ青にさせて自分たちの発言を一生食いることになる。私の名前は石岡萌。現在大学病院で看護師として働いている。私の働く松木総合病院は市内で最も大きな総合病院で、患者さんも多い。大変なことの方が多い仕事だが、病気で不安になっている患者さんの心が少しでもほっとできるように、日々試行錯誤しつつ、スタッフと共に切磋琢磨しながら取り組む毎日だ。経験を重ねるうち、気がつけば中堅と呼ばれるようになり、後輩も増えてきた。命に関わるゆえ、時には厳しく言うこともあってか、陰では冷血感と言われることもある。でもその分、医師やスタッフたちからは、それなりに信頼されていると自負している部分もある。そんな仕事一筋の私にも恋人ができた。お相手の松木志郎さんは同じ病院で内科部長をしている医師であり、院長の息子だ。長身で目鼻立ちもよく、誰に対しても気軽に話しかける性格と、軽薄そうな見た目をしていることもあって、最初は警戒心を抱いていた。だが、ある時の休憩時のことだった。石岡さん、お疲れ様。お疲れ様です、松木部長。部長なんて、仰々しい呼び方はやめてよ。上司に呼び捨てなどできません。私、そろそろ休憩終わりますので。石岡さん、頑張り屋さんだからさ、無理しないでね。え？
思いもよらない言葉をかけられて、思わず振り向いてしまった私に、彼はウィンクをしながら、颯爽と出て行ってしまった。その後も、大量のベッドシーツの整理をさりげなく手伝ってくれたり、注射嫌いの患者対応にすっかり疲弊していたところに、缶コーヒーを手渡してくれたり。決して、女性好きで軽薄なだけではなく、人間としての優しさを感じるにつれ、少しずつ彼に対して心を開いていくようになった。そうして何度かデートを重ねた後、私たちは正式に付き合うことになった。はぁ、このところ気がつくとため息ばかりついていた。理由は明白だ。1ヶ月前、シローさんからプロポーズされ結婚することが決まったのだが、それに先立ち双方の顔合わせをしたいとのことで会食の場を設けることとなった。日程は今週土曜日、つまり明後日だ。どんな服装をしていけばいいのだろう。家庭環境も決して裕福とは言えず、清掃といえば大学の卒業式で着たブラックスーツ一着のみ。今までそういった華やかな場所には縁がなかったこともあって見当もつかない。シローさんにアドバイスをもらうか。センスの良い彼ならさぞかし素敵なものを見繕ってくれるに違いない。そして不安材料はもう一つ。なんといってもシローさんの家はあれだけの規模の大きい総合病院を経営しているのだ。お家はもちろん、生活レベルだって段違いだろう。そんな家柄の家族に自分なんか認めてもらえるだろうか。私は日報を書きながら、これまで歩んできた日々を思い返していた。私には兄がいる。兄の優斗は穏やかで優しく、私のことをとても可愛がってくれた。そういうこともあって、私は母と兄の三人家族だと思って生活してきた。誰の手も借りず、文字通り女手一つで私たちを育ててくれた母は、さぞかし苦労したに違いない。だが母は常に笑顔を絶やさなかった。母はとても料理が得意な人で、特にハンバーグは私も兄も大好きだった。私が思いっきり頬張っていると、横から布巾を持った母が嬉しそうに私の口元を拭う。それを見て兄が思い切り笑う。こら、口の周りが汚れちゃうでしょ。そう言いながらも母はケラケラと笑った。優しい兄と太陽のように明るい母。この二人がいる限り、私はどんなことがあっても生きていけると思っていた。だが私が小学校入学を間近に控えた矢先に、母は病気で亡くなってしまった。数少ない親族がお葬式を手配してくれ、私たちは家族席のところでうつむいて座っていた。決して多くない尋問客を迎え、お坊さんのお経がこだまする中、兄がある人物を見て息を呑んだ。親父。それは喪服に身を包んだ父だった。母の遺影を見つめる父の顔面は涙でびしょ濡れになっている。お焼香を済ませ、私たちに一礼しながら視線を投げかけるも、父はそそくさとその場を去っていってしまった。ふと兄を見ると、そこには私に見せたこともないような怖い顔をしていた。お兄ちゃん。そこから父は一度も私たちの前に現れることはなかった。私たちは父さんから捨てられたんだ。幼いながらも私はそう理解した。これからは二人で生きていかなければならない。萌、これからは兄ちゃんがお母さんの代わりになるからな。え？悲しげな顔の私に、兄は必死に笑顔を作りながらこう言った。大丈夫だ。お前は何も心配しなくていいから。
兄は成績優秀で、将来は学者になりたいと語っていた。しかし兄は中学を卒業すると高校へ行かずに働き始めた。自分の夢を諦め、生活のために働きに出た兄の姿が悲しそうに見えることが私の胸を締め付けた。私も変わらなくちゃ。今の私があるのはお兄ちゃんのおかげなんだから。その日から私は猛烈に勉強に打ち込んでいった。同級生が恋だの部活だのと青春を謳歌している横で、私はひたすら問題を解き続けた。そんな努力の甲斐もあって、トップレベルの進学校に進んだ私は、死に物狂いで勉強を続けていった。そうして見事、第一志望の大学に合格することができた。母のように、病気で苦しんだ人を一人でも救いたい。そんな思いを抱いていた私が、看護師という職を選んだことは、必然と言っていいかもしれない。医療系大学ということもあって、勉強は難しく、アルバイトとの両立は容易なことではなかった。花の女子大生らしく、同級生たちは合コンやサークル活動に熱心だったが、私は勉強とバイトをこなすことで精一杯だった。講義のみならず、実習や課題をコツコツこなしていき、ついに念願の看護師としての一歩を踏み出した。両親に代わり、ここまで育ててくれた兄を、ようやく安心させてあげられることができたと思った瞬間、体中の緊張が、ゆるゆるとほぐれていくようだった。母もきっと、天国から喜んでくれているに違いない。そして何より、幸せになることが、兄に対する恩返しだと、私は思っている。私は流行る気持ちで電話をかけた。もしもし。あ、お兄ちゃん。おお、久しぶりだな。兄は以前にも増して忙しいらしく、最近はなかなか会えずじまいだったが、顔合わせの件を伝えると喜んで快諾してくれた。それにしても、お前がそんな歳になったとはな。何それ、老けたって言いたいの？私は照れ隠しのあまり、冗談を飛ばした。ははは、それもあるかな。それからしばらくは、他愛もない会話で盛り上がり、じゃあまた土曜日に、という結びの言葉とともに電話を切った。義両親と会うことに、一抹の不安は覚えるものの、朗らかな素人、頼もしい兄がいれば大丈夫だろうと、この時は思っていた。萌え、そんなに緊張しなくていいよ。ほら、笑って笑って。焦げ茶色のスーツに身をまとった四郎さんは、私の顔を見てそう言った。だって。そう、今日は四郎さんの親との会食の日だ。緊張するに決まってるじゃない。私は心の中で一人突っ込んだ。そんな私の横で、兄の笑い声がする。四郎さんは兄に向かい会釈をした。お兄さん、今日はありがとうございます。こちらこそ今日はありがとうね。それにしてもさぞかしすごいお店なんだろうな。俺なんかこんなことがなければ一生入れないよ。いやいや、何をおっしゃって。私の緊張をほぐしてくれようとしているのか、二人は軽快な会話をしながら、前を歩いていく。二人とも、私を介して何度か会っていることもあってか、すっかり打ち解けているようだ。こうして私は、緊張と不安が入り混じったまま、目的の場所へと歩みを進めていった。おお、どうもどうも。すでに顔を真っ赤にした初老の男性と、白のスーツを身につけた、いかにも上品なマダム調の女性が、リラックスした様子で席についていた。四郎さんの両親だ。顔合わせに選んだというそのお店は、松木家が節目ごとに来るという高級割烹店で、さすが常連というだけあって、サービスがすごかった。
義父母に向かい合うように私と優斗が座り、四郎さんは義父母の隣に座った。はじめまして、石岡萌です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらは兄です。はじめまして、兄の優斗です。どうぞよろしくお願いいたします。兄らしく堂々と挨拶をする姿に、私の胸は思わず熱くなった。萌さんだね。話は常々息子から聞いているよ。義父はいかにも人が良さそうな顔をしており、さすがは巨大総合病院を経営しているだけある。四郎さん曰く、今日はいつにも増して機嫌が良い日らしい。それにしても、二人とも本当にここが気に入ってるな。俺は洋食のお店がいいって言ったのにさ。そりゃあうちに嫁いでいただくんだから、それなりの格式がないと失礼でしょ。そう言って義母は嬉しそうに日本酒を傾けた。さあさあと言って義父は優斗に酒を勧めつつ、義母がミュージカルが好きで頻繁に海外に行くという話や、仕事をリタイアした後の余生について嬉しそうに語ってくれた。その内容はあまりにも自分たちが送ってきた生活とはかけ離れていたものの、終始上機嫌な様子であるところを見ると、自分たちを受け入れてくれたことに、ほっと胸をなでおろした。こうして、初めての顔合わせは予想以上に良い雰囲気で進み、私はすっかり緊張もほぐれていた。だがこの後、その平穏な時間は、いとも簡単に覆されることとなる。きっかけは、義父からのこんな問いかけだった。そういえば、ご両親は。ああ、それなんだけどね。四郎さんが代わりに答えようとしてくれたのだが、私はそれを制するように口を開いた。父はすでにいなくて、母は私の幼い頃に病気で亡くなりました。なので、兄が親代わりに私を育ててくれました。あら、そうだったの。それは気の毒ね。義母はいかにもかわいそうと言わんばかりの口ぶりだ。それは君たちも苦労したんだな。だが萌さんもお兄さんも立派に大学を出られて。いえ、私は大学はおろか高校には行ってないんです。そう言って兄は苦笑いを浮かべた。するとその瞬間、義父の表情が一変した。え？君、中卒か？義母の目つきも心なしか鋭い。私は二人の変わりぶりに驚きが隠せなかった。ええ、そうですが。優斗はそううなずいたのだが。へえ、中卒ね。それが何か？すると義父は、とんでもないことを言い放ってきた。萌さん、あなたは立派に大学を卒業した後、看護師になられたと聞いている。だが、両親がいない貧乏人とまでは聞いてなかったな。しかもお兄さんは中卒と来ている。父さん、何を言って。四郎さんは真っ先に反論してきたが、義父はそれを遮るように続ける。お二人の身の上は同情するが、うちもそれなりの家柄で通ってきたからね。身内に中卒がいると、外分が悪いんだよ。わかってもらえるかい？あまりの言い草に、私は手の震えが止まらなかった。横を見ると、兄はうつむいているものの、膝の上の握り拳を強く握ることで、どうにか怒りを抑えているように見えた。だが、義父の暴言は、とどまることを知らない。中卒だと、どうせ大した仕事にはついていないんだろう。せいぜい肉体労働か、汚い工場で、二足三門で働かされてるに決まっている。なあ、母さんもそう思わないか？ほんと、
お父さんの言う通りよ。しかも中卒って常識がなさそうな感じがするのよね。そう言って義母はニコニコしている。思わず背筋が冷たくなった。まったくもってその通りだ。義父は気をよくしたのか、いつの間にか用意されていた赤ワインのグラスを煽りながら高笑いしだした。その様子に私はいたたまれなくなり、思わず反論が口をついて出た。あの、いくらなんでもそこまで。すると横から兄の手が伸び、それ以上言うなと制してきた。義父はその様子を見て、満足そうな顔を見せつつも、口調を荒く。ふん、かわいい妹のために自分を犠牲にしてきたことは結構だが、そんなものはうちでは通用しないからな。そう言って、義父は立ち上がるなり、私たちを指さしてきた。俺は断じて結婚など認めない。わかったらとっととこの場から出て行け。二度と顔を見せるなよ。父さん、それはあんまりだ。うるさい。四郎さんが抗議の声を上げるも、義父はことごとく跳ねつけた。兄は絶望感を隠しきれないといった様相だったものの、静かに立ち上がるなり。わかりました。それでは。そう言って、義父を真正面から見据えた。百億の取引は白紙にさせていただきます。え？私は彼の口から出た言葉の意味が一瞬理解できなかった。百億？何を言っているんだ。お父様は、あの松木総合病院の院長でいらっしゃるんですよね。そうだ、それが何だ？では、今度そちらの病院と、うちの会社の契約の話は、ご存知ですよね。うちの会社というのは？けげんそうな顔を浮かべる義父に、四郎が言う。父さん、まさか知らなかったのか？この人は、ストーンカンパニーの石岡専務さんだ。義母も驚きのあまり、箸を落としてしまった。お兄ちゃん、どういうこと？四郎さんも一体？すまない。隠していたつもりではなかったんだが。そう言って兄は、罰の悪そうな顔を見せつつ、理由を語り出した。兄から、ストーンカンパニーという会社で働いていることは聞いていたものの、そこでどんな仕事をしているのかまでは知らなかった。だがまさか、専務になっていたとは。聞くところによると、兄は入社以来、総務課に配属され、社員の労働環境や福利厚生を中心とした業務を担っているのだという。最初は中卒という学歴で、周囲から冷ややかな目で見られていたものの、地道にコツコツと仕事に取り組んでいく姿に、社員の見る目が少しずつ変わっていったのだという。それからというものの、社員一人一人の意識が少しずつ変わっていったことに比例して、社内環境が少しずつ良くなっていったらしい。そんな働きぶりや、優斗の実直な人柄が、周囲からの信頼につながっていったことで、なんと史上最年少の役員昇進を果たした。中卒社員の昇進は異例中の異例らしい。そうしてこの度、年一回行われる社員の健康診断を、この松木総合病院にお願いするべく、100億という金額で契約する話で進んでいたのだという。まさしく兄は、この案件の担当責任者として、ここ最近、方々を駆けずり回っていたそうだ。あ、失礼いたしました。まだ名刺をお渡ししていませんでしたね。そう言って、懐から名刺ケースを取り出し、慣れた様子で差し出す。受け取った義父の表情は、こちらも見ていられないほど真っ青になっていた。ま、
まあ、あのストーンカンパニーの専務さんでいらしたの？そんな方の妹さんとの結婚なんて、大変光栄なことよね、お父さん。怖いぐらい笑顔の義母に水を向けられ、義父も慌てて笑顔を取り繕った。ああ、もちろんだ。いや、道理で今まで見てきた人とオーラが違うなぁと思っていたんだ。私の目に狂いはなかったよ。今さらごますりされたところで、私の考えは変わりませんよ。兄の声は、ゾクッとするほど冷たかった。中卒だの、貧乏人だのと、身の上だけを見て馬鹿にしてくる人がいらっしゃる病院に、うちの大事な社員の健康診断など任せられるはずはない。今日お会いしてみて、そのことがよーくわかりました。そして、兄は私を一別するなり、こう続けた。命よりも大切な妹が勤める病院のトップがこんな人では、家族としても非常に心配だ。なあ、四郎くん、そう思うだろう？ええ、身内ながら恥ずかしいばかりです。あの四郎さんが、いつにも増して神妙な顔つきをしていることが、この状況が深刻なものであることを物語っているようだ。二人のやりとりに、義父もようやくことの重大さに気づいたらしく、すぐさま土下座の格好をしだした。石岡さん、頼むよ。この契約が成立しなければ、うちの病院は間違いなく潰れてしまう。萌さん、君だって、看護師としてそれでは困るだろう？なあ、だから。だが、兄の意見は固く、向こうが譲歩してきたところで、何ら変わらない。すると、相手の態度が軟化しないことに業を煮やしたのか、今度は悪態をついてきた。ふん、こちらは下手に出てやっているというのに、そもそもなあ、あんたみたいな人間が役員になれるなんて、普通はありえないと思うんだが、果たして本当なんだろうな。もし嘘だったら訴えてやるからな。そうよ。いくらなんでも、中卒の人を役員にさせるなんて、よっぽど悪どい手を使ったとしか思えないわ。義母も一緒になって兄を責め立てた。私は思っても見なかった展開と、義父母のあまりの変貌ぶりに呆然としている。すると突然、優斗が立ち上がり、思いがけない行動を取り始めた。そちらの言い分はわかりました。ちょっと電話をかけてきますね。そう言って誰かに電話をかけ始めた。その様子を私は固唾を飲んで見守ることしかできない。はい、お手数かけます。ではお待ちしております。一体誰に電話したんだ？義父が怪訝そうな様子で兄を睨みつける。まあ、来ればわかりますよ。すると、5分も経たないうちに、入り口側がざわつき始め、個室の扉が思いっきり開かれた。やあ、待たせたね。会長？左手を上げ、微笑みを浮かべている初老の男性を見て、義父母はあっけに取られていた。そこには、大企業ストーンカンパニーの会長が立っていた。全体的に小柄なその人は、そののほほんとした口調からして、いかにも高校やといった様相にしか見えなかった。だが、こちらに向けられた鋭い眼力が、ただものではないと感じさせられる。会長が、なぜこちらに？引きつった顔で義父が言った。会長は、こほんと咳払いをして話を続けた。こちらの石岡くんは大変優秀な社員でね。彼にはうちの専務をやってもらってる。それで大事な社員の検診先は彼に任せているんだよ。彼から報告を受けたとき、すっかり安心してしまったよ。なんせ規模の大きい病院で設備もしっかりしている。
実際人間ドックでは大変世話になったしね。だがね、石岡くんの話が本当なら、取引には一切応じられない。非常に残念だ。そんな。義父がわなわなと震えている。会長様、私たち何でもしますから、それだけは。義母も半泣きしながらすがりついてきた。だが、その柔和な口調に反して、会長の意志は固いようだ。実はここ最近になって、聞き捨てならない噂も耳にしたものでね、私も密かに気になっていたんだよ。噂？思わず私は口走ってしまった。そんな噂など、今まで一度も聞いたことがない。でも、今回あなた方の態度を見て、よくわかったよ。申し訳ないが、決して見過ごすことなどできない。経営者として、そこで働くスタッフの家族としても。家族？それは一体どういうことで？義父母の脳内では、はてなマークが飛び交っているようだ。代わりに兄が答えた。改めて紹介させていただきます。父の石岡勝です。え？この人が父親？彼は私の方を見るなりこう言ってきた。今まですまなかった、萌え。私はあまりの驚きに言葉に詰まってしまった。それを見て、義父は負けじと反論を繰り出してきた。両親は亡くなったと。父が亡くなったとは一言も言ってませんが。兄は毅然とした口ぶりで返してきた。だが。義父は何とか反論を繰り出そうとするも。松木さん。そう言って父は義父の正面に座った。漂う威厳に義父は思わずたじろぐ。私はね、長年仕事にかまけすぎたあまり、妻に家のことをすべて任せきりにしてきたんだ。当然彼女の不調にも気づけなかった。こうなったのはすべて私のせいだ。その姿は、父として、夫として、長年抱えてきた苦悩がにじみ出ていた。妻が亡くなり、私は子供たちとどう接していったらいいのかわからなかった。だから逃げた。私は父親の役目を放棄した最低な人間だ。思わぬ告白に、私は母が亡くなった後の心細かった時代を思い出した。兄は一言も発することなく、ただ話を聞いている。それでも、せめて罪滅ぼしをしようと、優斗に援助を申し出たんだ。だが案の定断られたよ。母が亡くなったのはあんたのせいだ。今さら父親面して許してもらえると思ってるのか、とね。本当、彼の言う通りだ。そこで父は大きなため息をついた。知らなかった。二人の間にそんなやりとりがあったなんて。だがある日、ユートがうちの会社にやってきて、頭を下げながらこう言ったんだ。自分を雇ってほしい。あんなことを言っておきながら、都合のいいことを言っているのは十分わかってるが、妹を路頭に迷わせるわけにはいかないと。ユートはすでに社会の厳しさに直面させられたんだな。二人で生きていくには、現実は厳しいということをね。だから随分悩んだよ。兄の願いを聞き入れ、父は周囲の反感を仕切る形で入社させた。父は一度たりとも、優斗をエコひいきすることなく、それどころか、あえて厳しい部署に配属させ、他の社員と同様に接した。時には、それが心苦しく思うこともあったのだと、彼は言う。それでも決して腐ることなく、役員まで上り詰めたことは、
紛れもなく彼の実力だよ。それは間違いない。そう言って、私たち兄弟に微笑みかけてきた父の眼差しは、誰よりも慈愛に満ちていた。よく周りから人格者の代名詞のように言われることがあるんだが、父親失格だと知ったらどう思うだろうと思うとね、皮肉を言われているようで心苦しかったよ。だからこそ、私は心に決めたんだ。私のように、仕事のしすぎで家族を失う人を一人でも出さないように、社員とその家族の福利厚生に誰よりも力を入れていこうって。そう言って、父は優斗に微笑みかけた。会長。そうつぶやくなり、兄は突然、私に向かって頭を下げた。萌え、今まで黙っててすまなかった。この通りだ。お兄ちゃん。すべてを一人で抱え込み、苦しんできたんだろう。ありがとう。え？わかってる。私のことを思ってのことだって。お兄ちゃん、いつもそうだもん。いつも自分を後回しにしちゃうんだよね。萌え。すると義母が拍手をしながら、こう畳みかけてきた。まあ、素晴らしい。長年離れ離れになっていた家族が感動の再会、そして和解。まるでミュージカルを見ているみたい。そんな場面に立ち会えて、私たちも鼻が高いわ。義父もすっかり上機嫌に戻っていた。ああ、まったくもって、その通りだ。これも何かの縁。これからは家族として、我が松木総合病院とストーンカンパニーは手を取り合い頑張っていこうではありませんか。そう言って義父は鼻を大きく膨らませた。自分たちのやったことを棚に上げておいて何を言っているのだろう。思わず四郎さんを見た。するとその思いを汲んだかのように四郎さんが言う。父さん、100億の契約なんだけどね。先方は、ある条件を飲めば、契約してもいいと言ってくれているんだ。すると、義父は目を大きく輝かせた。おお、そうかそうか。それでその条件というのは、院長の退任だ。え？義父の顔が凍りついた。だが、四郎さんは動じることなく話を続けた。俺がこの案件の窓口になっているのは知っているよね。実は、かねてから、二人の黒い噂について、いろいろと聞かれたもんだから、俺も独自で調査していたんだ。そうしたら驚いたよ。四郎さんの口調は変わらなかったが、その目の奥は怒りに燃えていた。母さんの金遣いが荒いのは相変わらずだと思ってたけど、まさかこんなことしてたなんてな。二人の息子であることが恥ずかしいよ。一つ聞きたいんだが、深夜手当を大幅に減額したのは何か理由があるのか？他にもある。気の弱そうな事務員をそそのかして、診療報酬をごまかしていたらしいな。彼女が泣いて打ち明けてくれたよ。最近やたら羽振りがいいとは思ってたけど、そんな犯罪まがいなことに手を染めていたなんてな。そうして四郎さんはついに二人にとどめを刺してきた。だから言ったんだ。金持ちを優遇するような対応をやめろって何度もな。だけど聞き入られなかった。もううんざりだ。確かに最近違和感を感じることがいくつかあった。まだまだ入院治療が必要な患者さんを無理言って退院させたり、検査で大した疾患が見受けられないにもかかわらず、個室に入れるよう指示を出されたことが何度もあった。だがよく考えると、それらはすべて患者さん自身の懐具合によって左右されていたのだとの考えに行き着き、私はあまりの身勝手さに怒りがこみ上げてきた。だが、四郎さんの話に火がついたのか、
義父がとうとう本性を見せてきた。ああ、確かにお前の言う通り、指示したのはこの私だ。だがそれの何が悪い。私は病院の利益のためにやったこと、みんなのためにやったことなんだ。お前に経営の何がわかる？誰のおかげで医者になれたと思ってる？こっちはべらぼうに高い金をお前にかけてやったんだ。感謝こそすれ、うんざりだ。偉そうなことを言うのもいい加減にしろ。大事な取引先がいるにもかかわらず、傲慢とも言える物言いに、四郎さんは思いっきり深いため息をついた。おあいにくさまだが、俺は義務教育を除いて、高校大学と特待生で通っているから、学費はおろか、入学金の類は一円もかかってないはずだ。それこそ母さんは浪費がすごかったからな。俺に関するお金は全く出してくれなかったように記憶しているけど。もうやめて！義母が耳をつんざくほどの声量でこう叫び、テーブルの食事やお皿を次々とぶちまけ始めたのだった。顔合わせの場は完全に修羅場と化してしまった。私は思わぬ展開に呆然とし、阿鼻叫喚と化したその場面を、ただひたすら見つめることしかできなかった。後日、緊急に取り行われた理事会において、四郎さんは義父母が行ってきた不正の数々を提出し、役員の面前に突きつけた。当然二人は否定した。そんなのデタラメだ。私は何もやってない。私も病院のことなんて関わってません。証拠はあるのかしら。そうだそうだ。どうせ思いつきで言っているだけだろう。すると四郎さんは胸ポケットから IC レコーダーを取り出しながら言った。証拠ならこちらにありますが。スイッチを押した途端、会食時に兄を侮辱する音声が流れ出した。ああ、確かにお前の言う通り。指示したのはこの私だ。だがそれの何が悪い。私は病院の利益のためにやったこと。義父が犯行を認めた音声が流れたことで、場内はざわめき出したのだという。実は四郎さんが顔合わせの時の場面を密かに録音していたのだ。二人は顔面蒼白になりながらも、必死に見苦しい言い訳を並べ立てていたが、物的証拠が出てきた以上、彼らを擁護する者は誰一人いない。こうして義父は院長の座を解かれ、松木総合病院から永久追放となった。この一件は瞬く間に病院の間で噂になった。義父は医師として再起することは二度とないだろう。退職金もなく、無一文で追い出された義父は、浪費をやめようとしない義母と口論となり、日夜凄まじい喧嘩を繰り広げるようになった。義父と義母は離婚し、今では小さなアパートで、それぞれ質素な生活を余儀なくされているそうだ。あれだけの威厳を放っていた義父の面影は、すっかりなくなり、義母はすっかりやつれてしまったようだ。松木総合病院は、正式に四郎さんが院長となり、徹底的に病院の立て直しを図った。厳しい目が必要だからと、かねてからつながりのあった他の総合病院の院長や事務スタッフに協力を仰ぎ、不透明な経営から脱却をしていった。当然、医療スタッフへの給与形態や福利厚生が充実したものとなり、私たちの労働環境は以前にも増して改善されていったことで、人手不足は見事解消されたのだった。そうして今、日本一患者に優しい病院と口コミで評判となり、今日も待合室は患者さんの姿で溢れ返っている。萌、謝りたいことがあるんだ。結婚式前夜のこと、四郎さんが突然謝罪とともにこう切り出してきた。どうしたの？
あの、顔合わせの時のことなんだけど。そこで私は、あの顔合わせの場に隠された真実を知ることになる。なんと、顔合わせの場は、両親の不正をあぶり出すために設けられたのだ。四郎さんは、かねてから両親の不正を告発したいと思いつつも、決定的な証拠をつかめずにいた。いつもと様子が違うと察した兄は、四郎さんから話を聞いて、驚いたと同時に、自分も協力したいと申し出てくれたのだという。四郎さんは、兄を巻き込みたくないと断ろうとしたのだが、兄からこの計画を聞かされ、やむなく話に乗ることにしたそうだ。兄は最初から、義父母の本性を見抜いていたのだ。四郎さんは、涙を流しながら話を続けた。こんなことに萌えを巻き込みたくなかった。だけど、他に方法がなかった。そして彼は、何度もこう言ってきた。俺のことは許さなくてもいいから、お兄さんのことはどうか許してほしい。顔中をぐしょぐしょにさせながら、何度も謝罪する彼を、私は強く抱きしめた。話してくれてありがとう。ここまで私のことを思ってくれている四郎さんや兄のために、私ができることは何か。萌え、今日はありがとう。塩ビ服の父が涙ぐみながら何度も礼を言ってきた。思いがけない再会に私は戸惑ってしまったけれど、これからは幸せになるのだ。ぜひ、私たちの幸せを見届けてもらいたくて、一緒にバージンロードを歩いてほしいとお願いしたところ、父は泣きそうな顔で思い切りうなずいてくれた。扉が開き、父と共に四郎さんのもとへゆっくりと歩みを進めていく。私の胸の中に母の朗らかな笑顔がじわじわと広がっていった。私はいつまでも涙が止まらなかった。大切だからこそ、時にはままならない出来事を自分で抱え込んでしまうものだ。父は決して私たちを嫌いになって逃げたのではない。誰よりも大切で傷つけたくなかったからなんだと今になって思う。だけど大切に思ってくれているからこそ私も力になりたかった。今、悩みや苦しみを抱えている人がいれば、ぜひ声を大にして言いたい。そういう時こそ大切な誰かに頼ってほしい。私の仕事は患者さんに寄り添うことだと思っている。人は寄り添ってもらえるだけで生きようという活力がみなぎってくるものなのだ。これから先、私たちは思いもしない困難にぶつかるかもしれない。けどその時はしっかりと互いの手を握りしめ、温かな家庭を築き上げていけたらと心から思っている次第だ。